はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。キラー側のね、シェイプマイケル・マイヤーズやっていきたいと思います。今回もね、シェイプにはノワンつけてきております。今日簡単にご説明しますね。ノワンエスケープっていうのは、発電機が5個修理すべて終わった時に発動する、パークでして、あれ逃げた？よっと。あ、マジか。で、マップにね、合計5個あるトーテムの中で、どれか1個だけ、火が灯って呪われたトーテムになるんですけども、うわ、全然距離が短い。呪われたトーテムになるんですけど、そのトーテムを壊されない限りは、ワンパンでダウンを取り続けることができるっていう、後半に本気出すかなり強力なパークになっております。で、このシェイプって今使ってるこのキラーもちょっと特殊なキラーとして、こっち行ったな、メグ。よっと。こう右クリックをすることによって凝視になって、サバイバーを見つめるんですよ。で、見つめることによって、今左下になんか赤く四角で囲おうとしてるようなマークあるんですよ。これを四角で囲うとレベル2になって、で、キラーの、まあ、鬼側の基本性能が上がっていくんですよ。足速くなってったりとかね。で、レベル3になると1分間ワンパンタイム、窓の乗り越えとか板を壊す速度も速くなって、まあ無双タイムですね、簡単に言うと。これで今レベル2です。レベル2になると一般的なキラーか、一般的なキラーよりちょい優秀気味なキラーになる、性能がね。レベル1だとね、足も遅くて攻撃範囲も狭くて、さっき全然振っても当たんなかったじゃない。ああいうことが起きる。その代わりレベル1の強いところっていうのは、心音が全くしないんです。全くっていうか、本当に近づかないと、あの音がしなくて、ドックンドックン、どっから見られてるか本当に注意しておかないとわからないっていう、本当にホラーなキラーですね、これは。さて、まあなんだかんだ説明しているうちに、発電機2個回されてるんですが、いやでも多分今回はね、ちょっといける匂いがしますねって思ってるのは今のうちだけなんですよね、実はね。どっち？どうしよう。じいちゃんでいいか。ワンパン入れよう。とりあえずワンパン入れて、もう一人どこ行った？今左下見てもらうと分かる通り、3人負傷してる状態なので、3人はワンパンでやれるんですよね。こっち修理終わったが、あと発電機2個、ちょっともしかしたらやばいかも。ただこれちょっとレベル3を温存しますか、ギリギリで止めて温存します。まずいな、ちょっとここ結構強ポジだから、レベル3のギリギリ手前まで持ってって、発電機があと1個になったタイミングかなんかでレベル3使ってワンパンキル取って、よし、これぐらい止めときましょう。いける。お、デッドハード、やるな、じいちゃん。で、発電機ラスト1個回されたら、そこからさらにノーワンでワンパンタイム。最後に地獄を見せましょう。で、ちょっと釣る余裕もなくなってきたら、鹿パークつけてきてるんで、このパークはあの右下の、緑色のやつ。このパークはね、あの、這いずってる人、ダウンした人の位置が結構な距離までつけて見えるんですよ。だから、もう、一人ダウン取ったら、もう、要は極端な話、こういうのも釣らないで放置して、次にもうワンパンしに行くみたいなこともできるので、
ストライク持ってんのこのじいちゃん。ミスったか。よし、ここら辺からじゃあ地獄を見せますか。出し惜しみなしでいきましょう。やば、ワンパン使う前にノーワンだぞ。レベル3する前になっちゃったか、もったいないな。でもまあノーワン壊される可能性もの方が高いので、壊されてからもこうね、ワンパンできるように。ワンパンだよ。よし、こっからですよ。一応これフック近いんで釣っちゃいますね。釣って、あっち助かりましたね。これちょっとね、張ってると時間があれなので、ガンガンやりに行きます。もうこっからですから。ギターあるね。右出て。あ、出ないか。まずい、一回戻ります。じいちゃんに気取られすぎた。クソ、タゲ引っ張られた。ケバブみたいになっちゃった。OK。これちょっと抱えて。どうしようかな。ここに捨てときます。ちょっとね、あの出口から遠ざけて捨てときます。多分これじいちゃん逃げちゃうよね。あ、逃げない逃げない、大丈夫。オッケーオッケーオッケー、3人仕留めた。ここに捨てときます。もう一人いるな。でメグちゃんも行きそうなので、またちょっとこう捕まえて。あ、やば、抜け出されちゃった。逃がさねえぞ。ドワイトも逃がさない。よっと、あー、ちょっとじいちゃんが逃げちゃうな。あー、一人には逃げられちゃいましたね。いや、一人じゃない可能性がある。これこっからさらに逃がしちゃうかも。あ、ノーワンここにあったのか。あー、ダメだ、これ逃がしちゃいますね。うっそ、追い詰めたっちゃ追い詰めたのに。あと這いずってんのが2人。よし、あともう一人ここか。いやー、悔しい。これで結局2人だもんな。よし、これで釣ってと。うっと、いやー、でも結構後半の攻防熱かったから2人しか殺せてないけど、これ動画にしちゃおうかな。こういうね、あのやっぱりノーワンエスケープっていうものは、まあ、結果2人逃げられてるんですけど、もうこれだけの、力があるパークなので恐ろしいですね。いや、惜しかった。これな、もうちょっと頭よくやれば多分全滅取れたんですよ。うわー、超惜しい。いや、ちょっともったいないな。はい、とは言いつつも、まあ、とりあえずね、今回は2人でもしょうがないかな。次回また頑張りましょう。結構ね、マイケル好きでよく使ってるんですけど、まあ基本サバイバーの方がよくやるかな。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よかったらね、Twitter フォロー、
ャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。